ラプラスダークネス部屋掃除配信で危険物が発見される部屋を掃除する配信をしていたんですが、なんか、なんだこれ、牛丼の残りカスみたいなものが部屋から発見され、臭かったらしいです。いや、怖いね。掃除あんまりしないタイプなんだ。まあ、あんまり掃除という概念を知らなそうだもんね。なんなら全部、ルイが片付けとかやってそう。掃除という概念を知らなかったらしいんですけど、これでやっと掃除がいかに大事かということをラプちゃんは知ったんじゃないでしょうか。掃除をしないとたまにこういうことになったりします。いや、ネタなのかマジなのかわからないみたいな感じだけど、ネタでこんなことやってたら体張りすぎだから、そんなやだわ。ネタで牛丼放置するのうちは無理だ。意識してないからこそできるゲート。虫も気づいたら湧いてるからね。なんか防音室とかも密閉された空間でそんな入ってくる余地なんてないはずなのに、たまにすっごいちっちゃい虫とかがふわーって飛んでたりとかして、お前どこから来たみたいな、そういう感情を持ったりしますね。まあでも一匹だけだったりとか、まあそれで駆除したりとか、まあどっかにいなくなっても繁殖はしないから、まあいつの間にかいなくなってるんだけど、うちはね、すっごい綺麗な家ってあるじゃん。トアとかコロネの家はめっちゃ綺麗。ちゃんと物が常に綺麗だなみたいな感じで、本当にめっちゃ綺麗なんだけど、うちはね、結構うちがなんか小物とか買ってるから、常にすごい綺麗なわけではなくて、なんか結構お客さんが来たらちょっと片付けるぐらい。あ、そう、物があるから、ちゃんと片付けしないと散らかっちゃうかな。まあ、すごい物が多いってわけではないけど、でもちょっとごちゃっとしてるかも。でも一応、じゃあこれから突発的に予定になかったけど誰かが遊びに来ますとかなった時に、じゃあちょっとごめん、一周掃除機だけかけるけどいい？ちょっと散らかってるわぐらいな感じかな。床に物が落ちてたりとかはあんましてなくて、猫のじゃらし棒とかは落ちてたりするけど、机の上とかにちょっと物が乗っかってるから、それを片付けたりとか。防音室の中はそんなにめちゃくちゃ汚いわけではないかな。たまにちゃんと掃除機防音室の中もかけてるし、ぐっちゃぐちゃなわけではないって感じかな。ペットボトルとかもまあ2本ぐらい溜まったりとかはするけど、結構ちゃんと捨ててるかも。ゴミもちゃんと1袋ずつ捨ててるわ。普通かもね。そんなにたまに洗濯物溜まっちゃったりとかはするけど、まあでもカゴからはみ出るほど溜まってはない。まあでも普通ですかね。でも最近はやっぱ猫2匹飼ってるから、掃除機は毎日かけた方がいいかなって思ったりとかはしてる